こんにちは、加藤理沙です。10月31日、ハロウィンでございますね。だからさ、ハロウィンの格好しようかなと思ったけどね、あいにく風邪をひいてしまいました。昨日寝込んどったわ。今日はだいぶ回復しましたが、実はさ、今日お友達とご飯でもっていう感じだったんですけども、調子悪いので欠席してしまいました。ごめんなさい。10月下旬、玄関庭模様を撮影してみたいと思います。今日はあったかいですね。暑いくらい。変わり映えはしておりませんが、前回の撮影の時さ、画面ちっちゃくなっとったんはなんで、なんかね、わかる？わかる人いたら教えてください。トレギア、クーヘア、カラミントは高山線の電車の音聞こえる。アングロギア、こっちもね。ジギタリス、こっちもね。千日湖、相変わらず車がうるさいでしょう。ごめんね。アメリカンブルー、グレーコーマってやつさ、すごいのビルんで、ちょくちょく切っとる。ローズマリーがいたりもします。ここはね、開けてあって、今晩楽天から苗が届くんです。なので11月上旬の時にはお見せできるかなって思います。これペンタス、ゲウム、カーリーフォ、これはこれはなんだ、ウナウティア、ここのムグゲの枝を切ると言いながら切っておりません映すとさ、隣近所映るからさ、こっそり映したいところなんですが、これって何系？白い花咲いとるんよ。これって何ですか？ズームできるかな？ばあちゃんの縁側コーナー、ガザニアが咲いております。カレカレのみかんの木とカレカレのトマト、多分白菜だったと思うがだここはえらいことになっております。さっき青虫おったよね。青虫ところどころにおるわ。うちにあるこの木さ、何の木かわからんがだけどさ、毎年さ、冬になったら枯れて春になったら葉っぱいっぱい出てくるんね。でも切っても切っても結構伸びるんね。来年はこれ、この木の成長を取ってみたいなと思ったりしとるんよね。冬になったら本当ハゲ茶ビになるんよね。あ、また高山線が来た。聞こえる？裏には家庭菜園コーナー、ちょっとだけほじってみた。春菊でございます。これはさ、ペットボトルさ、虫容器、気持ち悪いからさ、アップしたら気持ち悪いからね。あ、動いとるよ。コガネムシすごいね、出てくる。前さ、コガネムシの幼虫すごい怖かったんだけど、だからさ、ここはね、チューリップ植えようと思ってね、準備中でございます。風の音が聞こえるでしょうか。
飛行機通っとる。飛行機の音も聞こえる。ここにもね、チューリップ植えようと思って準備中。今日植えようかなって思ったんだけど、なんかその買ったチューリップの付属品で栄養剤みたいものが、巻いて1週間後に空港を植えてくださいって書いてあったから植えれんわ。玄関でございます。バラが咲いてます。はい、ここね、ほじったよ。今日届く苗を植える準備段階。西日が当たっております。一日そろそろ片付けようと思います。ナスタチウムがこんなに伸びてさ、そしてここにもね、青虫おったんぜ。マリーゴールドがちょびっと残っておりますが、マリーゴールドって10度以下になったら枯れるんだって。ネットに書いてあった。せっかくさ、挿し木してみたのにさ、もう終わるよね。残念。あー、そういえば菊花咲いてきたからさ、仏壇に添えれるかな。というわけで、10月下旬、リカさん家の玄関庭模様でした。西日が光りすぎて、私の顔映っとるかな。今はね、ばあちゃんデイサービスに行っております。なんかね、でも体の調子あまり、やっぱりね、いまいちでね、また検査を受けてくれって言われて、医大に行かなければいけなかったりするんで、もしかしたらバタバタするかもしれないんですけど、でもさ、今さ、投稿さ、月水金の8日って週3回来たらさ、そんなにハードではないので、それはできるかなと思います。万が一できなかったら、私の過去動画でも見てくださいませ。今ね、サムネイルを全部変えてるんです。まあ全部変えれるかわからないですけど、ある程度変えようかなと思って変えてるところでございますので、よかったら見てみてください。ではでは、私のように風邪をひかないように気をつけて。じゃあね、カトリカでした。バイバイ。そういえば、ここにみかんの皮を置いてみっちゃ。なんでかっていうと、ほら、前猫さ、ここ入ってきてさ、うんこしてたりするからさ。だから、対策になるかな。ネット情報によると、みかんの皮を置いとけばいいって。コーヒーの粉とか書いてあったけど役に立つかな。あれから規定はないかだけどね